ハブラが空港跡の北に機甲部隊を結集させつつある。この部隊を壊滅させるんだ。詳しい依頼内容はテープで確認してくれ。なお機甲部隊の司令官は第5コマンドを経て南亜第32大隊で名を挙げた歴戦の勇士だ。気を引き締めてかかってくれ。ボス、情報班より連絡だ。ターゲットが移動を開始したらしい。その予測ルートを端末に送った。マップを確認してくれ。Arrived at the mother base. Enemy prison detected. The map has been updated. Enemy の戦闘ヘリだ。戦闘ヘリを落とすなら正面からはやめておけ。打ち合って勝てる相手じゃない。敵の背後を取りミサイルを叩き込むんだ。
ミッションクリアだ。やったな、ミッション完了だ。あんたの力は計り知れん。子供たちの脱走の首謀者はやはりイーライだった。信じがたいことだが、あいつは俺たちに対して武装蜂起を計画していたらしい。他にも何か隠しているかもしれん。オセロットが事情を聴取する。至急マザーベースに戻ってくれ。親父は？お前の父親はここにはいない。みんな戻ってきた。ああ戻った。だが諦めろ。居住区は完全な監視下、武器も全部取り上げた。決起は不可能だ。本当にうまくいくと思ったのか？公安だ。子供らは返す。ボスとも合わせてやる。だから教えてくれ、あいつらを逃がしたのは何のためだ？帰りたがっていたから。自分の国に？どうしてもうちに帰りたいって。じゃあうちが恋しかっただけか？うん。舞台の将軍 PF、親を殺した正規軍、いとこ、兄弟、両親、みんな殺したい相手がいたんだ。だから言った、これが最後になるから悔いは残すなって。最後？連れ戻されたら覚悟を決めろって。この世界中が敵になる。やめろ！あんたはもういらない。事故死だったのか、イーライが決起のために仕立てたのか、どっちにしろずっと前から準備を進めていた。この世界との別れを。子供たちとサヘラントロプスの行方を追ってるが、まだ収穫はない。ヘリパイロットの安否も不明のままだ。
俺たちは子供たちに何を与えてしまったのか、今のところ知る手立てはない。それとイーライに関する俺たちの気がかりについて、つまり奴が例の計画の産物かどうかだが、調査の結果が出た。テープに記録してある。聞いておいてくれ。イーライが奪ったサヘランドロプスだが、なぜ動いたか分かった。エベリッヒだ。居住区の子供たちを使って直させたんだ。詳細はテープに記録した。確認してくれ。なぜ子供たちにサヘラントロプスを修理させた？僕は質問に答えただけだ。でもまさか直せると思うわけがない。それに子供があれを操るなんて。できるだろう？無理だ。自転車みたいなもんだろう。無理だったんだよ。誰を乗せた？いや、お前たちの子供か？乗せてないってば。名前は春だったな。この前は顔も見たことがないと言っていたが、自分の子供にサヘラントロプスを操縦させたのか？実験に使ったんだな。自分で乗りたがったんだ。わずかな時間を一緒に。一緒にいたんだな。幸せだった。いや、お前は今でも幸せだ。相手によって嘘を変え、隙間だけで生きている。都合のいい真実を重ねて、それももう気にしなくなっている。だがお前が一番幸せなのは、そんな自分にお前自身が気づいていないということだ。よく確かめろ、自分が何者か。お前は被害者でも、物言わぬ大衆でもない。お前は加害者だ。自分が可愛い偽善者だ。現実がお前を傷つけてるんじゃない。お前が現実に傷をつけているんだ。ブス、俺たちの気がかりだったイーライの遺伝子検査の結果が出た。検査の方法は DNA 指紋法と PCR 法。どちらも一般化はまだだが、概念と手順は信頼していい。結果、あんたとの血縁関係はどれも 0%。 つまり 100% 他人だ。親子でもなければクローンでもない、別人だった。ゼロがビッグボスのクローンを作ろうと計画していたのが12年前。イーライとは年の頃も容姿も合う。あいつを見た時にはまさかと思ったが、杞憂だったようだ。イーライはあんたのクローンじゃない。実物はまだどこかにいるかもしれんがな。だとしたら、イーライがやけにボスに執着して見えるのはなぜなんだ？あの態度も反抗期なんて可愛いもんじゃないぞ。まあな、イーライは自分の出生の真実を知ってしまった。クローンとして作られた運命を呪い、身勝手な大人を恨み、自らのオリジナルであるボスに憎悪した。そう思えれば納得できた。少しは奴にも同情できただろうが、 100% 他人のクローンもいまい。それに不正もありえなかった。イーライから検査サンプルを採血したとき、お前も立ち会っていただろう。そういえば、 OKB0 に向かうとき、あいつはヘリに潜り込んで現地に来ていたな。ああ、思えばあの時も、いや、あの少し前からあいつの様子はおかしかった。それがちょうどこの検査を始めた頃からだと。サンプルを取ったとき、何か感づいたのかもしれん。何をされたかわからないとしても、それで俺たちに不信感。どうだろうな。イーライの態度は鼻からおかしかったが。じゃああいつは何なんだ？それを本人から聞き出すにはもっと打ち解ける必要があるだろうな。